山田のご紹介、そして栗平君のご紹介をですね、担当のお兄さんが演じしていただきたいと思います。それではこっちにね、お願いします。はい、皆さんこんにちは。山へ栗平君と言います。今日は熊本県は、ね、南に位置しております山へ村から行ってきました。ね、今日は、栗平君の大好きな栗がですね、今収穫の最盛期を迎えているということで、今日の、収穫祭にですね、今も手元にしてるからね、まあ、今日収穫の最盛期を迎えているということで、今日の収穫祭に呼んでいただきました。今日はですね、栗平君と、山江村と、そしてですね、来週開催される栗の一大イベント山江栗祭りについて少し PR をさせていただければと思います。ありがとうございます。じゃあまずちょっと栗平君の特徴をですね、栗平君一周ちょっとくるって回ってもらえる。のし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 回るのがですね、大変なんですね、これ。まあ、こんな感じでですね、栗平君はですね、耳と尻尾にイガブリがついてるんですよ。栗平君自体ですね、栗っぽい見た目をしてまして、栗平君も栗が大好きな男の子です。今日はたくさん新しいお友達が来てくるけど、みんなにいっぱい名前も覚えておいてほしいよね。皆さん、栗平君のお友達になってくれますか？よかったね、栗平君。くまモンも、くまモンありがとう。いや、くまモン、栗平君こっちね。栗平君じゃない、僕が栗平君じゃない。これからですね、くまモンにですね、山江村についてのクイズを少し答えてもらえればなと思います。やってくれる？ありがとう。ではちょっと問題を出しますので、皆さんも一緒にですね、くまモンと一緒に考えてください。山井村にはですね、山田川と前川という2つの清流があります。特にですね、前川の方は、九州有数の清流でして、美味しい川の幸があります。さて、その前川にある川の幸とは何でしょうか？さあ、ちょっと考えてみようか。なんだろう。お友達に聞く。お友達に聞くの、くまモン。いやいや、でもちょっとね、みんなも難しかったかもしれないから、ほら、泣かせてしまおうか。くまモンはスケッチブックでね、答えを書きたいと思います。はい、思いついたね。はい、じゃあスケッチブックとペンをどうぞ。たようです。すいません、こちらからマイクをお届けしますので、お願いします。せーのでお願いします。せーの、ヤマメ。正解です。拍手。じゃあ、そんなくまモンはなんと書いたんでしょうか？気になりますね、僕ね。今ね、正解はちょっと恥ずかしくなってきちゃった。まさかヤマメものを書きましたか、くまモン。くまモン、書いてない。あ、じゃあヤマメって書いた。分かっとった、くまモン。自信なさそうだね、くまモン。よし、じゃあくまモンもちょっとね、自分で一生懸命書いた答えを皆さんにお見せしましょう。じゃあせーのでいくよ。せーの。なんて書いてるんですか？ちょっと手間どかしてごらん、まも。山部って何ですか？ちょっと惜しかったね。山目だね、ギリギリ。
かったけど正解はヤマメということでした。ありがとうございました。ぜひご覧くださった皆さんありがとうございました。お願いします。ヤマエ村にははい九州産鉱から寄贈をされ保管されていたボンネットバスがあります、うん、そのボンネットバスを平成5年に村民の手で復活を行い復活させました。さてそのボンネットバスには山屋村の特産品の名前がついています。さてその特産品の名前は何でしょうか。特産品の名前何でしょうかって、うんうん書くの？あ、見たの？台本を見ようとしたの？クマモン、もしかしたら答えは見ようとしたの？クマモン、ごかんずる賢いことしたらいかんよ。皆さんもね、持ってるはずなんだけんが、そうよ、台本は持ってないから。なんだろうね、なんだろう、なんだろう。じゃあ、分かるお友達いますか？山江村の特産品、皆さんも一緒に考えてみましょう。くまモンと一緒に。あ、ヒントとかありますか？ヒント。ヒントを。ヒントは？分かったかな？お友達も分かったかな？クリエイクのね思いを受け取ってくれましたかね？さあ、じゃあそろそろねお時間になりましたので答えを。まあ、もう皆さんと一緒にじゃあね皆さん聞いてみようか。じゃあ皆さんせーので答えてみてくださいね。いきますよ、せーの、栗。正解です。そうです。はい、栗ですね。もう秋の味覚、山江村はですね県内でもね多く取れる地域になりますけれども、実はですね熊本県はですね知られてないことも知らない方も多くいらっしゃると思うんですけれども、栗は全国生産量第2位になっているんですね。意外とですね知らない方多いんですけれども、ということでね今日は秋の味覚栗平君ですね。栗、はい、正解は栗でした。ありがとうございます。